はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山貸の後藤です。今日も、サロンのリアルな部分を伝えていきたいなと思ってます。で、今日はショートスタイルで、今日も時短のパーマをちょっとやりたいなと思います。ね、毛先ニュアンスをちょっとつけたりとか、ちょっとゆるふわな感じのパーマを、超時短差でかけてきたらいいかなと思います。カットはあまり長さ変えないで、毛先のニュアンスをちょっと変えたりとか、あと前髪が今少ないので、ここをもうちょっとトップの方から前髪を増やしてですね、やっていきたいなと思ってますので、これからやっていきます。前髪なんですけれども、前髪のところがちょっと薄いんで、もっと上をこう前髪にしたいなということ、皆さん多々あるかと思いますが、この時に注意してほしいのが、このままトップをこういう風に切ってしまうとと思います。なのであまり、気にせずに、トップの部分だけをですね、僕はこのコムあまり使わないので、ハサミの、この指掛けを使って取ってですね、ここに長い三角ベースをちょっと作ります。ゴールデンポイントよりちょっと前の部分ですね。であと前髪がちょっと今回短いんで、ちょっと前髪より長い感じのをちょっと作っていきたいです。でセンターに集めたのを前髪のラインよりちょっと長めで R ラウンドでカットしていきます。はい、であまりここがこれ以上やってしまうと、このウェイトが結構上がってしまうので、本当ここだけ別で切るっていうような感じですね。なのでパーマも別で切るっていうような感じでやっていきます。こっちだとですね、逆だっけ、あ、ごめんなさい、こっちか、この時点ではまだ前髪に跡がついてないので、ちょっとイメージは湧きづらいんですけれども、この辺に、ちょっと浮遊感を出したいんですけれども、まずちょっとカットラインの、長さのちょっとチェックをしていきます。今回時短の、工程ですので、ちょっと省くところは省いていきます。結構説明しながらやってしまうとビデオもちょっと長くなってしまうので、今現在モデルさんの方が非常に前下がりのラインになってますんで、ちょっと前下がりのラインを少しまっすぐぐらいにちょっと今していきます。バックセクションのカットも同様に下からリフトして、下からリフトしまして、上から手を持ってきますね。で、あとちょっとつながりができているかどうかっていうのを
ステム、テンションかけないで少しツイストを入れながらチェックして全体のつながりをまず作っていきます。ある程度ベースがしっかりした状態から崩していきます。これあんまり引っ張ってしまうと、カットラインが結構こうコンケープになったりするんで結構優しく切っていった方がいいです。こうやることでつながりの悪い部分だったりとかが、見えてきますんでそこのつながりをまずきれいに作っていきます。この時もステムを上げすぎるとステムってこちらですね、結構上から段入ってしまうんで、だいたい耳たぶの下ぐらいの位置でカットしてます。そこに集めることによって、その位置に重さが来るような感じウェイトが来るような感じになるので、そうしてます。襟足を、カットしてチョップでカットしていきます。ペンシルカットでちょっと重さの方を取っていきます。これです、こちらですね。これで、毛先の浮遊感をちょっと作っていきます。皮を巻いた時に、外羽だったり内巻きにちょっと動きが出るようにちょっと浮遊感を入れます。以前にも説明してますが、刃先が締まらないタイプですので、普通の通常のハサミで切った場合はパツッというラインがどうしても残ってしまうのでそこが あると、ちょっと伸びてきた時に障害になるのでどっちかっていうとそうですね、優しくこう切れる感じ。このような感じでサイドの中の方ですね、鉢下を今切ってるような感じです。鉢下を毛先のところに動きを出してますね。で表面の方は、少し浮遊感を特に出したいので、このショーバルタンの方で、えぐる方ですね、これで、スライドをちょっと入れていきます。まあ、このスライドカットの、メリットとしては、下から入れるスライドカットよりも左右均等に入れることが可能ですね。下からだとやはり入れづらい方っていうのがどうしても出てきてしまうので、このスクラッチカットで、左右均等にですね、そぎをトップの方に入れることができます。でなぜトップをこれにしてるのかっていうと、ペンシルでやってしまうとやっぱり短い毛が出てきてしまうんで、このスクラッチカットで中の方をちょっとこういう風に取ることによって浮遊感が出せ、そして毛先の方のパサつきっていうのがちょっと取れます。今結構かっちりしたボブなんで、まあ、この感じをちょっと少しバランスを今回は変えてみようかと思いますんで、こういう空気感が必要かなと。
でトップの方は、少し反対側にオーバーダイレクションさせながら少しだけ切っていきます。あまり切ってしまうと、短い毛で切ってしまうので軽くだけですね、トップはっていうような感じで、あと毛先の方はペンシルでちょっとこの辺をぼかしていくぐらいの感じなので、カットはだいたいこの辺で、逆サイドこれから切っていくぐらいで、その後今度パーマ入っていきますので一回カットはこの辺で終了したいと思います。はい、これからですね、今カット終わったのでこれから時短のパーマをちょっとやっていきたいと思います。前のね動画でもまあ同じで、今日のパーマのポイントとしては、ニュアンスのゆるふわパーマですので、はい、今日も、夜遅くまでですね撮影をさせていただきました。今日はありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。はい、また、灰山菓子のムービーを皆さん、ぜひ繰り返していろいろ見てください。でこれからもいろんな動画を、リアルに伝えていきたいなと思っているので、皆さん今後も、シェアなど応援よろしくお願いいたします。ではまたよろしくお願いします。バイバーイ。